まあ、質問出なかったのであえて申し上げますが、今18歳以下の方の子どもの給付金で与党の調整が進んでいますけど、衆議院選挙の時に補正予算を組むと言われながら結局総額も内容も何も言われなかった。私はそのことについて非常に具体性がなくておかしいんじゃないのかと、衆議院選挙の最中にちゃんと補正予算の中身と誰を対象にどういうものをやるのかについては言うべきではないかとずっと私は主張をしておりました。今与党でこうやって調整が難航して時間がかかって結局12月まで補正の議論ができないというのは、分かりやすく言えばですね、私たちは今年の3月から新持続化給付金やですね、一人親世帯のですね、給付等々を求めていましたので、結果として総裁選挙をやり衆議院選挙をやり12月まで結局ほったらかしたという事実は、私は選挙の結果がどうであろうが責任はあるというふうに思ってますし、12月に補正が通ったって実際給付されるのは年明けですから、ほぼ1年にわたってこのコロナ禍の厳しい経済状況の中でほったらかしたと、そして選挙終わってからやれ調整だという話をしていること自身は非常に私は遺憾に思いますし、抗議をしたいと思いますし、 COP26 においても岸田内閣のスタンスはですね、化石賞をもらいですね、石炭火力にまだ頼ると言って世界の潮流から全く逆行していて、これも大きな選挙の争点だったことは間違いありませんので、そのことについては我々としては選挙の結果いかんに問わず、我々今100名の衆議院議員を通していただいた野党第一党としての責任を果たしていきたいと、そのように考えております。私から以上です。